リリースナイト初日、3、2、1、ドゥイット。確かに聞いて楽しいからだと思う、うん、ちなみに個人的なこれめっちゃ好きで言うと5番が一番好きでした。5番が全然刺さなかったそうで、おぉじゃあ一回3番聞いて5番も聞きましょう。はい、3番聞きます今の聞いてもらった3曲、うん、あと結局だからさっき言ってそのヒット曲作るぞっていうのを作ったけど、うんうんうん、やっぱりツアーのオープニング曲はこれから作ろうかなと思ってるんですけど、それにプラス入るかなぐらいですね。で今日のやつはその後にちょっとしっかりしたタイミングで出したいなっていう、そうだ、確かにサウンド的に言うと毛色はちょっと違うかもね。そうでも俺のファンの人も喜んでくれるかなっていう感じですね。あ、いいね。夜だけ、うん、もうちょい早く上がれるかなって感じ。1点、くれたよの夜だけ、もうちょっとポンと、なんて言うんだろう、今、うん、そうですね、くれたよ、うん、うんしたいな。地方行ってそれやったらいいじゃないですか。やったよ。ケンちゃんとね、やったよ。はい、わかりました。音楽が好きだなっていうところを、うん、まずすごい感じましたね。すごい音楽への愛とかいろんな、やりたいアイデアとかそういうものがものすごいいっぱいあってっていうのをすごいいろいろこういうのはどうだろう、ああいうのはどうですかねって言ってまずいろいろこう投げてくれたのはすごい逆に嬉しかったり、なんとなくこう
いい感じにしてくださいじゃなくて、こういうのもまずこういうのをやりたいんですよね、あでもこういうのもいいと思うんですよねみたいな、こういろいろこう溢れてる感じっていうのがまずこっちとしては、でそれが結構こうバンドやる側としても、ああそれを欲しいやつですよねみたいなのがいっぱい共感できるものがいっぱいあって、逆にもうそのアイディアが溢れすぎちゃって、もうどれをどれから作っていったらいいのかって逆に迷っちゃうぐらい、いろいろこうアイデアがあったのがまず第一に、すごいミュージシャンとしてはすごいやりがいが、これはある多分ツアーになるなっていうか、ステージになるなっていうのを感じました。ついに、初日を迎えました。まあ、あとホールなので、本当に自分が行ったことない人たちもたくさんいるので、このツアーを通して全国にパワーを届けていきたいなと思いますので、皆さんどうかよろしくお願いします。ついにですね、リュウジ毎日コンセプトライブ2022リリースナイトがスタートしました。いや本当に嬉しい限りでございます。まあ、今回の、まあ、ツアーというかね、ホール規模で、全国回るのは、初めてでですね、こうやってね本当にこんな近い距離なんだとイメージしてた以上に近いですはい。そう、でもあのホール規模で全国回ること初めてなので、まあ普段はねアリーナだったりドームでやらせてもらってる中で、いつかはホール規模で、全国を細かく、自分の足で回りたいなっていう思いがあったプラス、まあまだまだね、あのコロナ禍が続く中でライブに行きたくても行けない方とかもいるっていう声を聞いたり、自分の地元だったりとか私の地元に来てくださいっていう声をたくさん、聞きましたので、もうだったら自分から会いに行くわっていう感じで、直接自分から会いに行くという、今回コンセプトを持った、リリースナイトです。今日は時間が許す限りではございますが楽しんでてください。音楽性というか、まあ、いわゆるそのよくある、ね、J-POP とかじゃない、もう僕も大好物なもうこの R&B ソウルテイストがあふれる、あのもう本当に踊れるというかグルービーな、なかなかこういうのでこういう大きな、コンサートホールで俺ももう二十何公演できるってことは日本だとまずないっていうか、他にあるのかなっていうぐらい、もう僕にとってもう自分はもう本当こういう音楽ルーツなんで、もうご褒美のようなもうただただ幸せなライブですね。僕はそういう R&B テイストなものすごい好きなんで、あのいろんなところにこう散りばめたりとかあのしたいなと思うんですけど、大体普通なんかちょっとそれ難しいからやめようみたいなのがまあよくあるなんですけど、その逆というか、あ、それそういうのもっと欲しいですみたいな、え、もっといいんですかみたいな、じゃあこんなのはみたいなやると、あ、もう最高ですみたいな、もう、あ、なんだろう、もうどんどんクリエイティブにそういうやり取りが、じゃあこうしよう、じゃあこれはどうだ、あれはどうだとか、じゃあここにちょっとこういうの入れてみようとかやって、すごいもう楽しくてどんどんいろんなアイデアが、ね、お互いにコミュニケーションできるっていうのは本当になんか幸せだし、なんか本当にあるべきあのこの音楽とこのショーの作り方もさせてもらってるなって感じですね。 This tour? Yeah. It's great, man. It's like I've been working with UG on three of his solo toursAnd this tour, the energy, the song selection, the clothes, the concept, everything is like really, really good. Great. Oh, that's my guy. I love UG. First of all, his personality is so warm. His talent.Is number one. Singing, dancing, stage presence. He works hard. You know, I love working with him.
Yeah. Hey, bro. Keep doing what you're doing. You're a special talent. And don't you ever forget that. Keep going. I got your back.